そして今日ポルトリッチがプレイヤーオブザマッチに輝いています。今日もトライをマークしました。まあ、ウィングはトライする、それが能力、これでトータル6トライ目になりました。今日も勝利に貢献というベン・ポルドリッチこの、ね、ラグビー詳しい人の栗田工業は目利きがいるというのは昔からよくかいい選手を、ね、日本の国内の選手でも小柄でトップリーグ行けないけどいい選手を取る、そういう流れなんですね、彼もそこからは、ね、目利きの人が見つけてきて、今日はまさにそういう活躍をしました。今日が第4節を迎えていましたが NTT ジャパンラグビーリーグワン2022ディビジョン2第4節、三重ホンダヒートと三菱重工相模原ダイナボアーズ、ダイナボアーズが勝って開幕4連勝を飾っています。